きちゃんです。あきちゃんの総合カード、頑固カードと呼ばれる所有欲のカードですね。失敗をしないように慎重に行動ができる年です。ただですね、堅実ではあるんですけれども、何かに執着しやすい年でもあるので、ちょっとね、そのあたりちょっと柔軟に考えてほしいなとは思いますね。自分のが安定するために執着することが何かありそうなので、欲がね高まってるんじゃないかなっていう風に思いますね。では健康に関してです。今年は健康気をつけてほしいなと思うんですけれども、これがですね、力のカード、キーワード的には本質的な力、正位置だと困難を乗り越えるみたいな形にはなるんですが、逆位置だとですね、ちょっと粘り弱いみたいな、逃げ出してしまう。なので健康運からすると、もしかしたら自分のその不調な体調的な部分だったりとか、不調な部分を見なかったことにしてしまう可能性があるんですよね。それはね、ちょっと良くないのでね、いてぶつけちゃった今思いっきり椅子の足にしたたかにかかとをぶつけてしまいました。今年はね、向き合ってください、自分の体と。それが大切だと思います。おそらくなんか見なかったことにしたりとか、なんか病院も途中でやめたりとか、なんかもういいやみたいな気持ちになりがちなんですけど、そこはちょっとあえてね、自分の体調に向き合っていくことっていうのが今年は大事になっていくのかなと。ではお次、お仕事です。ワンドの5の逆位置、このカード逆位置も正位置もそんな変わんないんですよね。実は戦うみたいな、勝ち取るみたいなカードで、勝ち方が違うだけで逆位置になると正位置だとなんかこう正義みたいな感じの戦い方、なんかこうスポーツマンシップ的な意味合いなんですけど、逆位置だとちょっと逆になんかこう相手を傷つけてでも勝ちに行くみたいなで、お仕事の部分で言うとなんか揉める可能性あります。なんか総合カードにも出てるんだけど、結構その自分がこうしたいみたいな欲に対して、今年はまっすぐなんですね。あきちゃんに関してはすごく欲求がまっすぐなので、多分なんですけど、それで仕事でなんかぶつかる可能性あるので、そこちょっと気をつけた方がいいですね。まあなんか仕方なく妥協案を飲んだりとか少しお仕事に関しては完全に納得した形で決着はしないかもしれない。そこはちょっと妥協が必要なのかもしれないですね、今年はね。ではお次、運勢です。ソードの10ですね。死んでしまったりとかしているような意味合いを持つカードっていうのはリセットなんですよ。キーワードがキロ、タロットカードって考え方が輪廻転生なんですね。一回死んでもやり直すみたいな。まあ、ただ今年の運勢、このカードで言うと、例えばなんだけど、もう今年めっちゃ運いいんじゃないかなーっていう妄想で終わるみたいな。なのでね、あんまり運は良くないかもしれないです。はい、仕事運、そして健康、あまり良くないんですけれども、アドバイスカード見ていきましょう。このカードは忍耐のカードなんですが、思い込みは禁止です。このカードってさ、目隠しをしていて周りに剣がいっぱいぶっ刺さってるみたいな感じでしょ。なんかすげえやべえ状況みたいな。でも実は道はあるんです。足元見てください。剣がちゃんと割れてる部分もあるし、こう水が流れていたりとかもするので、意外と道はあるんだよっていう風に、知らせてくれるようなカードなんですね。それでアドバイス的には、この状況を作り出しているのは自分自身です。何か苦しいこととか辛いこととか、そういうのが自分次第で改善できる可能性がある。なのでこの人が絶対に悪いとかいう思い込みは捨ててください。自分も悪いかもしれない、自分が何かを変えたら改善するかもしれないという柔軟な心が必要な1年になるんじゃないでしょうか。はい、夏色祭りの今年の運勢こちら。まずね、総合のカード、ペンタクルのナイトですね。このカードですね、現実的みたいなカードなんですよね。で、逆位置だとですね、現状維持今年は守りの意識が強まりそう、ディフェンス力が高そうなので、なんかいい変化もないし悪い変化もないっていうような感じなので、悪くはないけど良くもないって感じです。健康いきたいと思います。ソードのキングの逆位置ですね。このカードは、厳格さ、
みたいなキーワードなんですけど、自分が持ってる感覚で健康を信じるのは良くないです。例えばだけど、なんか毎回こうなってるからなんか祭りは大丈夫みたいな、そういう判断が良くない年ではありそう。的確な判断をすることが大事なのですが、今年はその的確な判断がちょっとずれそうなので、健康に関しては、専門家を頼るようにしてください。健康に関して体調とかメンタルとかが悪くなっていることを認めたがらないみたいな雰囲気ありそうなんですよね、今年ね。それあんまり良くないので、なんかちょっとでも不調を感じたらすぐに専門家に行くことをお勧めしますね。ではお次、お仕事です。ワンド、逆位置じゃなかったから良かったんだけど、このカード正位置でもいっぱいいっぱいなカードなんですよね。ちょっと仕事を受けすぎないでくださいね好きだからこそ断れなくて、来るもの拒まずでもう全部受けてると、今年は結構いっぱいいっぱいになりそう。オーバーワークです、完全に。気をつけてください。ダブルブッキングやプレッシャー、そういうものがかかりやすくなっているので、管理を怠らないように気をつけなければいけませんが、かなり気を抜けない状況なので、少しお断りすることも大事かなと。余裕がなさそう、これはちょっと気をつけてほしいですね。では、お次、運ですね。エンペラーのカードの逆位置、運は結構いい方だったと思うんですよ、祭りに関してはね。今まで自分結構運いいんじゃないかなって思っていた部分があると思うんですが、今年はそれが少し崩れてしまいそうな予感がします。1番ではなく2番手3番手みたいな運勢につきやすい。例えばですけど、全員がくじ引きを引いて、外れくじは引かないけど3番目ぐらいのものを引く。なんか今まではめっちゃ運が良くて、なんかそういう時に1番を引きやすい体質だったんですけど、それが少し今年はブレそうです。お次、アドバイスです。ペンタクルの8、このカードコツコツカードです。コツコツ努力をすることが良し、反復練習が大事、そして対応は丁寧にした方が良いですね。そして正しい知識を手に入れることが重要です。独学ではなくて専門家の人からの知識を得ることが大事。祭りは今年は自分の自己判断とか自分の独学とかで何かを判断するのはやめて、専門的な何かを学ぼうって思った時に、今年はその筋の人を頼るのがいい道に行くキーワードになりそうですね。キーワードは今年はディフェンス力、そしてチャレンジするときは専門家へ、健康も専門家へ、専門家を頼れ。はい、お次、ハーチャマ行きましょう。まずじゃあ総合行きたいと思います。カップのカードのクイーンですね、この逆位置が出ています。キーワードはこのカード、慈愛、愛情みたいな意味なんですけど、逆位置の方が良くないカードではあります。人の感情に引きずられて己を見失うという暗示があります。あとはね、心の調和が取りにくいというような意味合いもあるので、ちょっとね、感傷的になったりとか、その自分のことで結構悩んだりとかがかなり強めに出てるかなと思いますね。一緒に寄り添ってくれる人を大事にした方がいい声をかけてくれたりとか、優しくしてくれる人を大切にすると良さそうだなっていう風に思います。健康運がソードのカードのキングですね、これの逆位置。このカード厳格さ、なんとなく健康運なんかこう治ったって思ってもなんかちょっとすっきりしないなみたいな、感知はできないみたいな状態になるかもしれないですね。自分の判断が全て正しいって思わない方がいいかも。自分の体は自分のことだから自分が一番よくわかるみたいなところがあるかもしれないんですが、あんまりこの自己判断に頼りすぎるのはあまり良くなさそう。もし気になる点があったら病院に行くべきだし、もうそれしか言ってないけどもう全人類に言えることだけど、病院に行け。ではお次、仕事、ソードのページですね。このカードキーワードが警戒なんですよね。何が起こるかわからない状況に対する警戒を持っているみたいな感じなので、正位置ですとしっかりと仕事として割り切ってやるような姿勢になると思います。仕事は仕事みたいな、趣味は趣味、プライベートはプライベート、
別に警戒しなくてもいいのに警戒しているって感じです。まあ、ただ、警戒心が強いことが悪いことではないし、いい方向に進みそうなので、お仕事に関しては悪くはないと思います。お次、運勢です。カップのカードのエースなんですけど、運勢はいいと思います。愛情を持って接すること。運が良い自分を愛してください。なので、今年はなんかこう、なんとなく全体的に見て、おそらく運頼みになると思うんですよ。いろいろとね、うまくいかないこととかね、なんか警戒しなきゃいけないこととかあるんだけど、基本的にはなんか私って運良くてよかったみたいな、なんかそういうテンションで行くのが一番いいです。今年は。運はね、ほんと良くて、なんか精神的に満ち足りた気持ちになるみたいな意味合いとかもあるので、今年は運に助けられる一年になると思うよ。てか、お次。アドバイスカード。マジシャンの聖域ですね。自信を持つこと。そして、新しい何かをスタートするのは悪くない。マジシャンのカードは0から1を生み出すカード。なので、誰よりも先頭を走れ。自分がやってみたいなって思う、特に、誰かの真似ではない方がいいです。自分が先駆者になること、一番最初にやること、そういうことがすごく良い結果を生み出しそうです。誰かのを真似してやろうとか、そういうよりは、本当に自分が考えて、自分が初めてやるっていうことが良さそう。まあでもそういうの結構ハーチャマ得意だと思うから、ちょっとその辺をね、意識して活動をしてみてください。メルちゃんです。総合カード。ペンタクルの3なんだけど、技術力ですね。このキーワード。専門家カードって言われてる。ただ逆位置なので、実力はあるんだけど、なかなか周りから評価されないことにやきもきしそうではある。そして、自分が思ってるよりも実力不足だったりとかもするので、今年は実力を積んで自分自身を高める一年にしていった方がいいです。正位置だとね、今まで取り組んできたことが認められるみたいなカードではあるんだけど、ちょっと逆位置なので、なんかうまくいかない部分があるのかなっていうのが見えますね。そして、お次。健康運。ペンタクルの10の逆位置。今まで体調がまあまあ良かったりしたら、それは良くなくなる可能性がある。継続が失われるみたいな意味なんだよな、このカード。逆位置だと。もしかしたら、今まで体調が良かったんだとしたら、ちょっと体調悪くなりそうなので、気をつけてください。まあでも逆に、なんかずっと病を抱えているんだったら、継続性がなくなるなので、もしも何か体調で悩んでいたら、そのトラブルは脱しそう。まあなので、ご自身の体調次第というところではあるんですけれども、去年とは逆になりそうな感じがします。ではお次。お仕事ですね。カップのエースなんですけど、すべてのワンドだったりとか、カップだったりとか、ソードだったりとかのエースって何かの始まりを示すカードなんですね。なので、案件とかお仕事とかでも、新しい新境地じゃないですけど、あ、このお仕事結構メルちゃん合ってたんだな、みたいな。そういうお仕事が入りそうで、しかも相性が良さそうなので、結構良いと思います。お仕事に関してはね。そして、運勢。運勢が激良い。マジシャンのカードの正位置が出てるんですけど、自分が明確に、ここが良い。ここを当てたい。ここで、なんとかしたいっていう部分で、ちゃんと運が働いて、目指したものに関して、一直線に叶えることができるみたいな運勢なので、メルちゃんにとって今年は、運が大事です。今年は、運がめちゃくちゃいいので、何かあった時は、もう目標をしっかり立てることが大事。そういう意志みたいなものをしっかり持つことが成功の鍵になりそうですね。最後、皇帝のエンペラーのカードの逆位置です。アドバイスなんですけど、今年は素直に率直すぎるのがあまり良くないですね。素直すぎたりとか、まっすぐすぎたりとかすると、周りからよく思われない可能性があったりするので、言っちゃいけないことは黙っていたりとか、そういう判断が必要になってきます。周りのことを気にしながら、状況を見て発言することをお勧めします。今まで、メルちゃんだから許されるみたいなところが、2022年は、ちょっと、許されなくなる可能性があるので、しっかりとね、クレバーに頭を使って立ち回る必要がありそうなんですよね。はい。白神吹雪です。
まず総合運から見ていきたいと思います。このカードのキーワードは称賛なんですね。本当に称えられるみたいな存在になりそうです。すごい今まで頑張ってきた評価をもろに受け取ることができますし、しかも素直に喜んでいいですし、自分を誇らしく思える、そんなような1年になりそうなので、2022年、白神吹雪いいんじゃないでしょうか。健康運はね、ペンタクルのキング、自分の力を 100% 出せません。なので今までなんか健康とかに自信があったりとかしたとして、まあ例えばなんだけど、いや自分健康だから風邪ひかないと思うんだよねみたいな、なんかこれぐらいじゃ風邪ひかないよ、大丈夫大丈夫って思っていたらみたいな、なんかそういうところはあります、今年は。なので自分の力を 100% 今年は過信しないでください。ではお次、お仕事行きたいと思います。ペンタクルの4なんですけど、結構今年はね、白神吹雪野心がありそうなんですよね。仕事に関しては結構意識が高いというか、こうしたい、この仕事が欲しい、こういうことがしたいっていうのが割と明確な雰囲気がありまして、これに関しては堅実なプラン、夢見るような形じゃちょっと叶わないです。例えばなんだけど、こういう仕事がしたいっていう風になった時に、したいなー、こういう仕事したいなーっていうよりは、こういう仕事をするためにはまずはツイッターでこの人をフォローして、この人のことをつぶやいてみたいな感じで、堅実にプランを練って段階的にやれば必ず叶うみたいな、なんかそういう感じですね。そして運です。ダイヤルカナのジャッジメントで運良いです。はい、白神吹雪今年運良し。このカードはですね、正位置だとチャンス掴みやすいみたいな感じのカードなんですね。なのでここぞという時にしっかりとチャンスを掴み取れるということを意味します。あとは運勢で諦めかけたその時掴むみたいなことが多いです。あーもうダメかもなーとか、終わったーって思った瞬間が運が発揮されやすいそうです。アドバイスカードが、このカードがね、苦悶のカード、あんまり良くないカードなんだけど、アドバイスだからな。正位置なので、後悔する前に今年は行動に移すことをおすすめします。全体的に見てもいい運勢なので、自分がこれやっとけばよかったなって思う前に、今年は行動に積極的に移した方がいいですね。あとはもしも辛いこととか大変だなって思うことがあるんだとしたら、もう少しの辛抱です。これ開けるまでにもうちょっとかかりそうなんですけど、今年は少し辛抱が必要。そして今ある幸せに気づくこと、今年を幸せに生きるアドバイスとなっております。まあすでに幸せだから、その幸せを大切にしていこうみたいな感じですね。はい、というわけで以上、これで1期生が終了しました。